どうもボーイです。今日はシュプリームの 19SS の、ウィーク1で購入した商品を紹介したいと思います。ウィーク1のオンラインから、1週間経っちゃったんですけれども、まだちょっと中身自体はちらっとしか見てないので、これから開封していきたいと思います。では早速1つ目から開封していきたいと思います。まず一つ目に購入したものがスモールロゴのビーニーになります。こちらは毎年ウィーク1で出てる、定番のレギュラー商品の一つなんですけれども、今回はこのカラーがちょっと欲しくて購入しました。でこのカラーが、ラストっていうカラーなんですけれども、ちょっと調べたら、レンガの色らしいですね。確かにそう言われたらちょっとレンガっぽい色はしてますね。値段の振り分けはこんな感じですね。はい、かぶってみるとこんな感じですね。結構黒のパーカーとか、あとはネイビーのジャケットとか、そういうのに合わせたくて、今回この色を選びました。結構このビーニーは生地が結構薄めなので、本当に春とかにかぶりやすいかなと思います。いや本当にこれは買ってよかったっすね。あとはノベルティでシャワーキャップもついてきてます。今回ついてきたステッカーが、いつものスプリームのステッカーと、あとはこちらになりますね。スプリームって文字がすごい見づらいですね。では続いて2点目紹介したいと思います。2点目に購入したのがショルダーバッグになります。こちらはちょっとオリーブの色を狙ってたんですけれども、ちょっと売り切れて買えなかったので、ブラックを購入しました。で今回のショルダーバッグの、サイズ感としては、だいたい財布の長財布と、小銭入れを入れて、ちょうどいいぐらいのサイズ感かなと思います。前回のこの FW と比べて、サイズ感はほぼほぼ同じなんですけれども、マチの長さがちょっと増えたので、長財布と小銭入れを入れて、ちょうどよく収まるかなと思います。生地がまたコーディラの生地に戻ったんですけれども、前回の FW のものは、X パックっていう生地を使われていたので、またコーディラの生地に戻りましたね。あとはポケットが前と後ろについていて、中にも一つついてます。黒でちょっと見づらいんですけど、つけたらこんな感じですね。こちらのショルダーバッグとか、バッグ類は毎回オンラインとか、あと店舗の方でも、リストックの方がされるので、もし欲しい方とか、悩んでる方いれば、メルカリとかで買わずに、リストックを待ってれば、買えると思います。特にオンラインだと、同じ住所で、複数買うことができないので、欲しいなと思ってる方は、オンラインも結構買いやすいかなと思います。こっちの方もノベルティのシャワーキャップがついてきてますね。ちょっと開けてみたいと思います。正直シャワーキャップで使う機会なかなかないですよね。被ったらこんな感じになります。どうですかね、似合いますかね。で、こちらのシャワーでこちらのショルダーバッグの、内訳がこんな感じです。で、気になるのはステッカーなんですけれども、ステッカーはいつもの定番のスプリームのステッカーと、あとなんだろう、このステッカー。4つ使えますね、これ。
はい、ということで、まあ、19SS のウィーク1は、まあ、この2つを購入したんですけれども、まあ、個人的にお気に入りはこの B2 ですね。まあ、このカラーは本当に可愛いなと思います。で、まあ、Supreme のレギュラー商品の中で、まあ、今後欲しいものはまあ特にないので、まあ、これから出てくるまあコラボものとかで、まあ、欲しいものがあればまた挑戦したいなと思います。まあ、特に今リークで上がっている、まあ、ラルフローレンのコラボが出たら、まあ、これはちょっと欲しいですね。まあ、リークなんでちょっと出るかわかんないですけれども、まあ、出たらちょっと狙いたいと思います。はい、ということで今回は以上となります。この動画がいいなと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では本日もご視聴ありがとうございました。